さあ今回もフォレストビレッジ続きやっていきます。さあ前回ね、1年目の冬が終わって2年目の春ですね。まだ雪は残ってますけどね。で1年目はね、資源があるのでまあ何もしなくても越せると思うんですが、2年目以降はね、やっぱり自分でシーズンを越すための資源を作らないといけないので、まあこの畑しかりですよ。ちゃんとね、生産できるようにしつつ、人口、まあそうだね、今がまあ、13人だね。12人か。20人は行きたいですね。やっぱ労働力も全然いないんで。子供若者か。今回中に10人行くかな。若者から大人になるまでが何年かわからないんでね。で、空きはあるかな。ないとね、増えないので。あるはあるね。もう1軒くらい作ろうかな。どれ作ろう。これがね、モッドでやった家なんで、普通の小さな家やろうかな。ほぼ後悔しだよね。この辺なんか畑もうちょっと置きたい感あるんで、この辺かな。ちょっと倉庫遠いですけどね。で、道の整備しましょう。雪で見えないんですけどね。道どの辺かやってるよね。まあ石がないんでちょっと取りますか。石はこれだね。どんくらいあるかな。お、結構あるね。とりあえず100は欲しいかな。これトータル100くらいでしょ。ではとりあえずこれ出して、2人余ってるか。畑1人ってで、500くらいだっけ。2人にしますか。ここはここ入ってるか。よし、これはね、オールシーズン動く畑ですね。まあ生産数はすごく少ないので、あれだね、魚も取るか。取ってないですもんね。1人ちょっとフリーね、余らしたいとこあるけど、これハンター1人、農場2人、林業1人で、こう薪だよね。薪が3人か。2人にしよう。で、代わりに、林業に入れよう。薪めちゃくちゃあるんで、ちょっと余らせます。お、いいね。さあ、いつ畑やるっけな。で、熊がね、出ないようにハンターもね、ちょっとキープしときたいですけど、ハンターのこれか。あー若干外だね。ちょっとこっち側に作ろうかな。さて道ですね。今高齢だね。あんまり整備されてない道。石使うと1タイルで使っていくんで、ここ行ける？よし、この辺まで行って20ね。こっちもちょっとやっときましょう。よし、まあ、仕事与えてね。まだ家、お、できてる？まだまだか。資源あるかな？あー、粘土かな？鉱石か。粘土は使わないか。よし、鉱石あるかな？割とあるね。よしよし、取ってこよう。食料の備蓄が少なくなっています。どこの話でしょうね。家なのかな。持ってって内容的なことでしょう。食料はね、野菜が1151、パンが672、魚125ってあるんで少ないわけはないんですよ。今一応人口の最大数が19か。これできて20超える感じですよね。で、働く場が21なんで、マックスでもね、足りないと。道具いるかな？道具はいいか。これは？上等な道具。あ、いいのがあるんだね。
さあ、家やらずに道路がどんどんできていく感じかな。道路建設完了がどんどん続いていくよ。畑やってるかな。お、どう。いいねいいね、畑にも位置作りたいね。ちょっと作ろう作ろう。この辺でしょ。こんな感じで。だいぶ広い道になったね。薪が366か。冬用に1000は貯めたいですね。まあ冬の間も作るけど、消費がねやっぱすごいので、まあ家もね増えるし、これ増えるかな、全然やらないけど。鉱石に行くやつが1人しかいないから、ほぼほぼ進まないか。さあ成長待ってますけど、まだまだっぽいですね。あと1人ね。人増えないね。結構いけると思うんだけどな。資源に余りもあるしね。お、やってるね。道って、あ、そうか、完成形こっちか。この薄いやつは完成してないんで、結構まだ工程あるね。これ優先であげようか。あったっけな。あ、ないね。とはいえ、まあ、鉱石がないからね。他削ってそういう人に割り当てるしかないよね。ここでね、足りない人口不足ですよ。まあ、多分1年目にどんだけ増やしてもね、労働力っていう面では変わらないと思うんですけど。魚も釣ってますね。さあ一応ね、自分のまあこう村とか見れるんですよね。そういう操作モードがあったんですけど、あったあった。ちょっとやってみますか。こんな感じでね、インベントリーで資源をなんか持ってったりもできるんだよね。何をしていたかわかんないんですけど、ちょっとね農場とか見るか。あ、こんな感じなんだ。キャベツかな、お姉さんがやってね。お、運んでてますね。でこれがね、あまりズームして見てないですけど、道路を作る作業ですね。あー、何そこに石持ってきたの。あ、一緒にやるんだね。結構老けてますね。でこちら農場ね。いや、いいねいいね。あそこ建設現場ですよ。やってないですけど。で家があってと、この家いいね。中も入れるかな。ちょっと行ってみるか。下になんかね弓とかあるんで、こいつはハンターなのかな。おーね、えキングサイズベッドにシングルベッド、床に布団があってと。生活感ありますね。てかベッドしかないね。弓手みたいに、ちょっと行ってくるか。走れますね。ちょっとね感度がものすごく高いんですね。お、クマいるクマいる。やっているんだろう。左かな、右押すとキャンセルだもんね。これで狙って撃つと、すごい一発。ウェイジ出た時にねやりますね。こっからも入れるわけでしょ。ちょっとこれはね撃てるかな。おお、すごいですね。2とかこれ木植えんのかな。あ、ですかね。あ、植林もできるんだね。場所は何、どこなんだろう。あ、こういうとこなんだ。基本的な仕事できますね。1位は、あ、なんか呼ぶのかな。さあ戻りましょう。あ、この子はもともと何、あ、薪の人全然違う方行ったね。まあでも害獣はちょっとね
倒したんで。ただあれを加工するやつがいないっていうね。でこっち結構動物いたんで、ちょっとやりますか。ハンターのやつね。アディショナルフードって何？あー、豚とかないですか。まあこの辺かな。これは別に村内に入らなくていいからね。でここで一応ね、肉をベーコンにすることができるんですけど、それでさらにハーブとか使えばね、よりなんか食のバラエティがね豊富になるんですけど、メディーバルハム、中世ハムか。肉が貯蔵できるほどないんでね、まだまだでしょう。より人口が増えて肉をね安定供給できるのかな。できるようになったらベーコンでみんながね舌鼓を打つわけですね。お、250いいね。今が夏の始まりか。夏の終わりには収穫に入ろう。薪ちょっとね予定よりは少ないかもしんないね。一気に進めるか。人が増えないからね。子供増えてない？赤ちゃんが誕生ってあるね。よし、家は誕生してないですけどね、まだね。こいつ絶対暇でしょいないでしょ、中に動いてないですもんね。ちょっと移動かな、こいつに関しては。抜けさせるか。仕事がね忙しいんで。建設の人がね常に道をやってるんで、タイミング見せたかもしんないね。例えばまあこの家を作るだけなら足りない資源をね取るために自分で取りにも行くんですよ、資源を。それすらしないんでね、こういう状況だと。で道具が少ないと。道具か。道具ってどこだろう。鉱石取ってきて大工店とかかな、鍛冶店とかかな。まあいずれ作ろう。さあ天候が悪いですね。夏、今夏か。道路建設完了でねログが埋まっていくな。足早くなった。まだまだか。今やった半分ぐらいじゃない。よし、そろそろどうですか。お、いいね、700も。これはいいよ。よし、もう取っちゃおう。収穫開始。持ってって持ってって。収穫するときだけ人増やすとかもありですけどね。お、なんかイノシシがいるんですけど。あ、できてないかな。ハンターのやつこっち側の方が多いからね。あ、そうだ、これとか別にいらなくない。お、1人か。今から2人だね。あ、そうか、ここカテゴリーが一緒なんで11で2人だったんだね。3人にしないといけなかったのか。もうちょっと取れたわけですね。まあでもこれでもね900いくんで。お、てか10人になってるな。よし、3人にしよう。マックスだね。これでかなり取れるんで取っていただいて、もうねカールガール来てどんどん取ろう。これ全部成長してるやつなんで、これがね鍋になるといけないんでね。あ、なんか食ってる？あいつ復活か？ハンター、今なら多分やれるんじゃない？いるかな？いるね。よし、さあスキャッテさせるな。結構中入ってきたね。入るか、それ。ギリギリ入るね。村の中を自由に歩き回るようであれば殺せると。でこっちもね奥行かないと動物がねいないですからね。なんかないの？そう、呼び切らす餌とかねあれば寄ってきてもらって、我らがベーコンとね改善していくんですけど。
よし、道ちょっと完成ね。家はどう？お、できてるできてる。食料ないから持ってってますね。2人住んで子供増えたよね。1人成長して1人若者になって、今回若者から大人1人増えて、子供から若者に1人増えてるんで2人子供が生まれてんのか。もし、まあこれで十分かな、家はね。まあ冬の間に増やすのも、まあどうかなって思うので。まあ例えばアップグレードかな。あげればね、出産リスクじゃないな。可能性が上がるんでね。ちょっと作るか。問題はね、そう、作る間、まあ、食料とかなくなったりするんで、引っ越すのかな、空いてる場合はね。空きがなかったりすると家なき子が生まれるんで、冬とかなら死にますね、間違いなく。その期間中に、まあ、すぐ終われば死なないですけど、なかなか建築もすぐできないからね。で、全部これあげよう。で、出産の可能性を上げて、春じゃない、秋の始まりか。今ならまだできるかな、秋はあるかな。よし、やろう。一個ずつやりましょう。人口数的に全然いけるはいけるか。で、大工そんないないですからね。やめとこう。一軒ずつやります。ただ、秋の中頃くらいから雪が降り始めるんでね。気温の低下もちょっとね、考えないと。どんくらい取ったこれ。900くらい取ったのかな？半分くらいいってますもんね。よし。家できたら次、道なんですけど、やっぱ道は冬かな。冬ね、人手が余るんで。で、魚はゼロだね。釣ってはいますけどね。で、薪は691。まあ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 。多分、700超えるくらいかな。雪が降るまでにね。で、冬の間は3人にするんで。お、赤ちゃん生まれた。いいね。かなり生まれてますよ。成長し、勉強ができるようになった。で、若者が1人増えたね。いいね。これあげて、畑終わったね。このマークついたんで、あとは取ってかな。これどんくらいいけるかな。もう気温が2度ですよ。秋で2度、1度、ゼロを下回れば終わりなんでね。どこまで取れるか勝負ですよ、勝負。あっと雪が積もりだした。まだ0度。どこまで取れるか。どこまで取れるのか。あと1度下がればおしまいです。秋なんですけどね。おっと、終了ですね。さあ、一瞬ね、雪のせいでかくつきましたけども。ちょっと2人にして、薪に1人入れますか。で、冬の間暇なやつはね、資源取りに行くはずなんで、あとはそういう建設する場所に持っていくとかね。なので取りましょう、冬の間これね。リソース集め、あとはここね、冬の間も動く野菜の畑だね。まあ、ガーデンなんで植木かな、どちらかというと。薪足りるかな、あれあんまり増えてなくないか。木はあるんでね、あるはずなんですけどね。さあ、冬来ましたね。とりあえず今回これにしましょう。冬到来、次回冬ですよ。人口は一応今16人だね。多分この感じで言うと、次で若者が2人増えるんで、まあ、家作って食料作ってやっていけばいいと。で、畑以外にもね、肉とかバリエーション増やしたいので、まあ、その方面もやっていきたいね。まず狩りと、魚に関してはね、一人じゃダメだね。どんどん使っていくんで。一瞬溜まるくらいか。で、とりあえず野菜ベースでやってって、パンとかバリエーション増やしつつ、家作ってね、ちょっと広げていきましょうか。